こんにちは。今回のカインズ TV は梅の育て方をご紹介します。桜とはまた趣の異なる清らかな美しさが梅の花。中国が原産で、もともとは薬用として渡来しましたが、早くから花も愛され、万葉集に登場する梅の句は実に118もあるそうです。開花は2月から3月、日当たりと風通しの良い場所を選びましょう。肥料は冬の寒い時期、庭植えの場合は有機質肥料を株元に、鉢植えの場合は開花後に化成肥料を追肥します。土は水はけの良いものを、中玉の赤玉土に腐葉土を混ぜたものなどを使いましょう。赤玉土や腐葉土をはじめ、カインズでは様々な園芸商品を取り扱っています。概要欄からオンラインショップを覗いてみてください。植え付けて2年未満の株は、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。2年以上経っているものは特に水やりの必要はありませんが、夏の雨の少ない時期には乾燥に気をつけましょう。葉が茂りすぎて風通しが悪くなると、うどんこ病にかかりやすくなります。新しい枝に葉っぱが10枚ほど出てきたら、その先を切って成長を止めることもポイントです。ここでお知らせです。カインズ TV の概要欄、コメント欄には園芸に関する特設サイトのリンクがございます。植物の育て方のほかに、病気や害虫対策など役立つ情報がありますよ。フラワーハサミやジョウロなどおすすめ商品の詳細は概要欄の URL からオンラインショップをご確認ください。いかがだったでしょうか。カインズ TV では暮らしに役立つ情報を配信しています。少しでもお役に立てましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどをお待ちしています。概要欄にも役立つ情報や特集サイトのリンクがございますので、ぜひチェックしてみてくださいね。カインズ TV でした。